駅下から肩甲骨のみならずこの起死停止も含めてあのなんだ大胸筋だとか二頭筋とか上腕筋あとはなんだっけ大円筋とか小円筋を全部ここで こうね、こうセットして、で方向だけこう、方向だけね、こう変えてあげながら垂直に、皮下から始まるこのほとんどの筋肉を押してあげます。そしたら今度はほとんどストレッチみたいな感じなんですけど。こう構えてあげて上腕骨頭を上に居上させてあげると肩甲骨はおのずとついていってくれるのでこうぐーっとでぐーっとであとは肩甲骨を運動させてあげるのにこの肩甲骨を内側に外旋って言うんだっけこれってこの情報解説まあいいよこの肩甲骨をこの脊柱側にこう押してあげたいのでこうあまりこう伸ばしたままだと年寄りは肩がきついのでこう曲げてあげます限定特にお年寄りはでこう押してあげるとこれ結構気持ちいいで、あの液化のところに上腕骨頭みたいなのがこうこれあるでしょこれも一緒にこう押してあげる押してあげるというよりはここまで来るとちょっとこう外側に持ってってあげる感じ、うんうん、であとは肩肩で、うん、あとは最後はこう上に持ち上げてこう力抜いてもらった時にこう肩いわゆる肩口をこう握ってあげる。で、この手掌全部を用いてどこが一番硬いかを調べます。で、大体ここら辺が硬いんですね。で、こうほぐしつつ、患者さんに力を抜いてもらいながらこうブラーンって。イメージですよ。さっきの先生の肩の治療に結構似てるんですけど。こう必要なのはあの感覚です。硬いところを探してあげて、ここにこう硬いとしたら、特に指先にこう持ってきてあげるし、あの向きによってはこれが親指になるかもしれないですけど、これまあ例えばねこれだとして獅子にこう獅子で押してあげるような、あとはこう倒し脱力してやればちょっとグニャーっていう風に。どんだけ遅れるかは、どんだけこう、コリをこう指でキャッチして、どんだけ圧で押してあげる、取られてあげるかにかかってます。だとぐるんっていう。で、最後に、こうまあ、こうほぐれたとしまい、やりたくなったね。最後はこう、肩甲骨を挙上させてあげます。肩甲骨をこう上にこっちの方向に持ってあげる。その時に男性は特に女性にこう胸触っちゃわないように気をつけてここ外側縁か外側縁のところでしっかりこう止めてあげてこう無駄にこう遊んでるとこう疑われますからそこら辺きっちりストイックにいてあげないとあの危険です。であとは肩甲骨の内側縁にこう押さえてあげる、こう包む。で、こう。で、肩甲骨、大体ここら辺で終わります。
そしたらこの肋骨、肩甲骨で肋骨にくっついてるやつ、だから肋骨もこうフリーにしてあげると、肋骨も気をつけてこう山の部分かな。で こっちはあの脊柱起立筋。で脊柱起立筋。で、あの肋骨の下はあの落ちないようにこうフロッコスです、ね、特に気をつけてあげて、こうもうここまで来たらさ、添えるだけでいいから、今おまけで腰持ちで、あのポイントは肩甲骨に肩甲骨にあの意識を持っていくと、あの必然的にその本来の可動域を動かそうとか、その周りに関連する、そこにするついてる全ての関連する筋肉をイメージすることが、例えば今回の肩甲骨の場合はそこにフォーカスした結果、おのずとこの治療になりましたとさ。